やあ、僕、ホーリス君。これから刑事裁判を始めるよ。今日の事件は強盗致傷事件。裁判員裁判の対象とされている事件だよ。裁判員裁判は、国民の中から選ばれた裁判員が一定の重大な事件の刑事裁判に参加し、裁判官と一緒に被告人が有罪かどうかなどを判断するという制度です。裁判員は18歳以上の選挙権のある国民の中から選ばれます。刑事裁判の前に裁判が始まるまでの流れを知っておこう。犯罪が発生すると警察などの捜査機関が犯人を探したり証拠を集めたりする捜査をして、検察官にその事件を送ります。捜査の段階で犯人ではないかと疑われている人は被疑者と呼ばれます。検察官は被疑者が犯人であることに間違いがないか、どのような刑罰を科すべきかについてさらに捜査をし、裁判が必要だと判断した場合に起訴します。起訴された人は被告人と呼ばれます。起訴するかどうかは検察官の判断に委ねられているんだね。つまり全ての事件について裁判が開かれるわけではないんだ。裁判では裁判官が証拠を調べたり被告人の話を聞いたりして被告人が有罪かどうか、有罪の場合にはどのような刑罰を科すのが良いかを判断して判決をします。有罪の場合には判決に従って刑務所に収容したり罰金を納付させたりする刑の執行が行われます。刑事裁判には被告人の他にこんな人たちが出席するよ。検察官は被告人に対する処罰を求める立場から被告人が罪を犯したことを証明するための証拠を提出したり意見を述べたりします。弁護人は被告人の利益を守る立場から証拠を提出したり意見を述べたりします。裁判官は裁判の手続きを主催し裁判で提出された証拠を調べ被告人が有罪かどうかなどを判断して判決を宣告します。先ほど説明したように一定の重大な事件には裁判員もこの手続きに加わります。刑事裁判の重要なルールや被告人の権利について説明します。刑罰はそれを受ける人の人生に大きな影響を与えるものです。そこで刑事裁判は厳格なルールの下で被告人の権利を保障した上で行われる必要があります。もし皆さんが本当は何もしていないのに犯人だと決めつけられ刑務所に何年も入ることになってしまったらどうでしょうか。思い込みによる誤った判断は誰かの大切な人生を壊しかねません。そのようなことがないよう人に刑罰を科すには慎重に慎重を重ねなければなりません。そのため刑事裁判では検察官が証拠に基づいて犯罪の証明をする責任を負います。そして被告人が間違いなく有罪であることを示すだけの証拠がない場合にはいかに疑わしくても有罪だと判断することはできません。これを無罪推定の原則、疑わしきは罰せずと言います。間違いなく有罪であることを示す証拠としては、例えば被告人がスーパーで商品を盗んでいる場面を目撃したといった
被告人が犯人であることを直接的に示す証拠がないといけないというものではありません。例えば被告人が盗まれた被害品を持っていたことや事件直後に現場付近で目撃されていた事実など被告人が犯人であることを推測させるような証拠を積み重ねることによって被告人が間違いなく犯人だと判断できる場合もあります。刑事裁判は被告人に刑罰を科すかどうかを決める手続きですから被告人に十分な反論の機会を与える必要がありますし誤って無実の人に刑罰を科すことのないようにする必要があります。そのため刑事裁判では事実の認定は裁判に提出された証拠だけで行わなければなりません。例えばニュースや噂で知ったことがあってもそれを判断に用いてはいけません。これを証拠裁判主義と言います。被告人には裁判中ずっと黙っていても答えたくない質問には答えなくてもいいという権利があります。これを黙秘権と言います。黙秘権は被告人が話をするかどうかを自由に決められることや刑罰を科されることにつながるような不利な供述を強制されないことを保障するものです。この黙秘権の保障には有罪かどうかを判断する上で黙秘していること自体を被告人に不利に扱ってはならないという意味も含まれています。もし黙っていることで不利な取り扱いをされるとすれば被告人が何かを話さなければならないと考えてしまう可能性がありますよね。そのため黙秘していること自体を被告人に不利に扱ってはならないのです。例えば被告人が黙っているということは犯人だからに違いないなどと推認することは許されません。ふんふん、誤って無実の人に刑罰を科すことがないよう刑事裁判は厳しいルールの下で被告人の権利を守りながら行われるんだね。それでは刑事裁判を始めるよ。裁判員になったつもりで被告人が有罪かどうか検討してみよう。刑事裁判は最初に裁判官が被告人に人違いがないかを確認し検察官が起訴状に書かれた犯罪事実を読み上げます。裁判官は被告人に黙秘権があることを説明した上で検察官が読み上げた事実について何か言いたいことがあるかを確認し弁護人の意見を聞きます。それでは被告人桜田門太郎に対する強盗致傷被告事件の審理を始めます。被告人は証言台の前に立ってください。名前は何と言いますか？桜田門太郎です。検察官、起訴状を朗読してください。はい。控訴事実。被告人は通行人から現金等を奪い取ろうと考え、7月8日午後11時10分ごろ、法律町3丁目付近の道路上において、歩いていた東圭人に対し、背後から同人の背中を押して転倒させた上、馬乗りになってその背中を手で殴る暴行を加えて抵抗できない状態にさせ、現金6720円入りの封筒が入った手提げバッグを奪い取り、前期暴行により同人に全治約2週間を要する背部打撲の傷害を負わせたものである。罪名及び罰条、強盗致傷刑法第240条前段。被告人には黙秘権があります。答えたくない質問には答えなくても構いませんし、最初から最後までずっと黙っていることもできます。
質問に答えても構いませんが、あなたが話したことはあなたにとって有利な証拠にも不利な証拠にもなります。以上を前提に、検察官が読み上げた起訴状の内容に何か言いたいことはありますか？事実と違います。私は犯人ではありません。弁護人の意見はいかがですか？はい、被告人が言った通りです。被告人は犯人ではなく無罪です。この裁判の被告人は桜田紋太郎さんです。検察官は被告人が7月8日午後11時10分ごろ路上で東圭人さんを背後から背中を押して転倒させ、馬乗りになって背中を殴る暴行を加えて、現金が入った手提げバッグを奪い、東圭人さんに怪我をさせたとして起訴しました。これに対し被告人の桜田さんは、自分は犯人ではないと主張しています。証拠調べの手続きでは、最初に検察官と弁護人が証拠に基づいて証明しようとする事実をそれぞれ説明します。この説明を冒頭陳述と言います。その後、凶器などの証拠物や証拠書類の内容を調べたり、証人から話を聞いたりし、さらに被告人から話を聞いたりします。これから証拠を調べる手続きに入ります。検察官、冒頭陳述をお願いします。はい。検察官の冒頭陳述を行います。被害者の東さんは事件当日午後11時10分ごろ、現金6720円入りの A 銀行の封筒が入った手提げバッグを持って歩いていると、道路上において白色 T シャツに黒色ズボンを着用した男にいきなり背後から背中を押され転倒させられました。さらに犯人から馬乗りになられ、バッグをよこせと言われた上、背中を殴られ抵抗できない状態にされ、手提げバッグを奪われました。その後、犯人はその場から走って逃げていきました。東さんは全治約2週間の背部打撲の怪我を負いました。通報を受けて犯人を探していた警察官は、午後11時20分ごろ、犯行現場近くの公園で白色 T シャツに黒色ズボンを着用していた被告人を見つけました。警察官が被告人に声をかけて持ち物を見せてほしいと言ったところ、被告人はその場から立ち去ろうとし、その後も持ち物検査を拒否しました。警察官が何度か説得したところ、被告人は持ち物検査に応じました。その際、被告人は現金2000円が入った財布とは別に、千円札6枚、100円玉7枚、10円玉2枚が入った A 銀行の封筒を持っていました。検察官の冒頭陳述は以上です。では、弁護人、冒頭陳述をお願いします。弁護人の冒頭陳述を行います。桜田さんは事件の3日前に両親と喧嘩して家出をし、路上生活をしていました。事件当日、午後11時20分ごろ、桜田さんは法律公園にいたところ、警察官から声をかけられ、持ち物検査に応じるよう言われましたが、警察が嫌いだったので従いたくないと思い、その場から立ち去ろうとし、その後も持ち物検査を拒否しました。しかし桜田さんは警察官に持ち物検査に応じるよう何度も説得されたため、持ち物検査に応じました。
弁護人の冒頭陳述は以上です。本件の争点は、被告人が犯人かどうかです。この争点や、どのような事件があったかについて、これから証拠を取り調べます。検察官は、証拠の説明をしてください。はい。これから、検察官が請求した証拠について説明します。一番目の証拠は、診断書です。被害者の東圭人さんが全治約2週間を要する背部打撲の怪我を負ったことが書かれています。2番目の証拠は被害者の東さんの供述調書、つまり東さんの話が書かれた書類です。朗読します。私は7月8日午後11時ごろ、千円札6枚、100円玉7枚、10円玉2枚が入った A 銀行の封筒を入れた手提げバッグを持ち自宅を出ました。私は自宅を出て10分くらい歩いたところで、いきなり背後から犯人に背中を押されて、その場にうつ伏せに転倒させられました。犯人はそのまま私の腰あたりに馬乗りになって、バッグをよこせ、と脅してきた上、私の背中を原骨で4、5回殴ってきました。私は痛くて抵抗できなくなり、犯人は私の手提げバッグを取り、走ってその場から逃げていきました。私は犯人が白色 T シャツに黒色ズボンを着用していたことは確認できましたし、声を聞いて、犯人が男性であることが分かりました。私は背中を殴られたことで、背中に青いあざができる怪我を負いました。3番目の証拠は、7月8日午後11時20分ごろ、被告人を公園で発見した時の同人の容姿を撮影した写真の報告書です。当時、被告人が白色 T シャツに黒色ズボンを着用していたことがわかります。4番目の証拠は、捜査結果をまとめた報告書です。警察官は110番通報を受けて犯人を探していると、午後11時20分ごろ、ポーリス公園で被告人を見つけたこと、警察官が被告人に声をかけ、持ち物を見せてほしいと言ったところ、その場から走って立ち去ろうとし、持ち物検査を拒否したこと。その後、被告人に対し、持ち物検査に応じるように何度も説得したところ、10分くらい経ってようやく分かったと言って持ち物検査に応じたこと。被告人は現金2000円が入った財布とは別に、千円札6枚、100円玉7枚、10円玉2枚が入った A 銀行の封筒を持っていたこと。封筒や中に入っていた現金からは指紋が検出されなかったこと。A 銀行は法律庁内では一番支店が多い銀行であることなどが書かれています。5番目の証拠は、事件現場付近の地図等をまとめた報告書です。それでは、被告人に対して質問を行います。弁護人、質問をどうぞ。はい。あなたは、今回の事件の犯人ですか？違います。事件当日、午後11時20分ごろ、ポーリス公園にいたのはなぜですか？事件の3日前、親と喧嘩をして下道し、公園なので寝泊まりしていたからです。公園で警察官から声をかけられた際、立ち去ろうとしたり、持ち物検査を拒否したのはなぜですか？警察が嫌いなので従いたくなかったからです。
最終的に持ち物検査に応じたのはなぜですか？警察官に何度も説得され、断り続けるのも面倒くさくなり、やましいこともないので持ち物検査に応じました。終わります。では、検察官、質問をどうぞ。はい。ポーリス公園にいた際、現金2000円が入った財布とは別に、A 銀行の封筒に入った現金6720円を持っていたのはなぜですか？言いたくありません。黙秘します。A 銀行の封筒に入った現金6720円は、どこで手に入れたものですか？言いたくありません。黙秘します。終わります。証拠調べの後、検察官、弁護人の順に事件に関する意見を述べます。この検察官の意見を論告、弁護人の意見を弁論と言います。そして最後に被告人も意見を述べます。これを最終陳述と言います。これから出てきた証拠をもとに検察官と弁護人の意見を聞きます。検察官からどうぞ。はい。検察官の意見を述べます。被告人が今回の事件の犯人であることは以下の事実から明らかです。第一に、被告人が持っていた A 銀行の封筒に入った現金は被害者が奪われたものだと言えることです。その理由は、被告人が事件発生からわずか約10分後、事件現場から約500メートルしか離れていないポーリス公園において、現金2000円が入った財布とは別に、被害者が奪われたものと同じ A 銀行の封筒の中に、お金の種類、金額が一致した6720円の現金を持っていたことです。第二に、事件発生の約10分後に、事件現場から約500メートルしか離れていない場所にいた被告人の服装が、犯人の服装と特徴が一致していることです。第三に、被告人は、事件当日、ポーリス公園で警察官から声をかけられた際、走って立ち去ろうとしたり、持ち物検査を拒否するなど、犯人と考えてもおかしくない行動をしています。また、被告人は A 銀行の封筒に入った現金を持っていた理由について、合理的な説明をしていません。これらのことから、被告人が犯人であると言います。検察官の意見は以上です。続けて弁護人、弁論をしてください。弁護人の意見を述べます。検察官の証拠は、桜田さんが犯人であるということを証明しておらず、桜田さんは無罪です。第一に、桜田さんが持っていた A 銀行の封筒に入った現金は、被害者が奪われたものではないということです。桜田さんが持っていた A 銀行の封筒や現金からは、誰の指紋も検出されていません。また、A 銀行は、ポーリス町内の中では一番支店が多い銀行であり、しかも、現金は誰のが持っているもので、同じ A 銀行の封筒に、被害金と金額や種類が一致した現金を持っていたとしても、それだけで犯人であるとは言えません。第2に、桜田さんの服装が犯人の服装と特徴が一致していたのは偶然であるということです。桜田さんが事件当日に着用していた白色 T シャツに黒色ズボンという服装は珍しいものではなく、たまたま一致していただけと言えます。最後に、桜田さんの供述におかしな点はないということです。桜田さんは
警察官による持ち物検査を拒んだり、その場から立ち去ろうとしましたが、この理由については、警察が嫌いなので従いたくなかったと、桜田さんなりに正直に説明しています。このような行動を取ること自体は、おかしいとまでは言えません。そして、桜田さんは犯人ではないからこそ、最終的に持ち物検査に応じたのです。なお、桜田さんは、A 銀行の封筒に入った現金を持っていた理由については説明していませんが、黙秘しているからといって、そのこと自体から桜田さんが犯人であるとは言えません。そのようなことをすれば、黙秘権を保証した意味がなくなります。このように、桜田さんが犯人であるということを示す証拠はなく、桜田さんは無罪です。弁護人からの意見は以上です。それでは、これで審理を終えますが、被告人は最後に何か言っておきたいことはありますか？私は今回の事件の犯人ではありません。この事件の審理はこれで終わり。この裁判に出されたすべての証拠を踏まえ、被告人が間違いなく犯人だと認められるかどうか考えてみよう。皆さんはどんな結論を出しましたか？今回の事件で有罪かどうかについての正解があるわけではなく、どちらの意見が正しい、間違っているということはありません。ただ結論を導くにあたり、きちんと筋道を立てて考えるためのポイントがあります。大きく分けて4つのポイントがあります。皆さんが考えたことを振り返りながら聞いてください。前提として、検察官に立証責任がありますので、被告人は犯人ではないかもしれないという疑いが残る場合には、被告人は無罪と判断することになります。一つ目は、被告人が持っていた A 銀行の封筒の中に入った現金が被害品と言えるかどうかです。通常、犯行直後は犯人が被害品を持っていると考えるのが自然ですので、被告人が持っていたものが被害品であれば、被告人が犯人であると言える有力な事実となります。被告人は犯行直後の時間帯に犯行現場の近くで被害品と同じ A 銀行の封筒に入った現金を持っていて、その現金は金額だけではなく、千円札が6枚、100円玉が7枚、10円玉が2枚と、お金の種類まで被害品と一致しています。また、被告人は A 銀行の封筒とは別に財布を持っていました。このことからも、封筒の中の現金は財布の中の現金とは別の機会に手に入れたのではないかと考えることもできます。一方で、 A 銀行は町内で一番支店の多い銀行であり、 A 銀行の封筒はありふれていて、現金は誰もが持っているものです。また、財布とは別に封筒に現金を入れて持ち歩くこともありえないことではありません。これらのことを考えて、このような偶然が重なることがないと考えるのであれば、被告人が持っていたものは被害品と言っても良さそうですし、反対に偶然ということも十分にあり得ると考えるのであれば、被告人が持っていたものは被害品とまでは言えないということになりそうです。ただし、被告人が持っていたものが直ちに被害品とまでは言えない場合であっても、被告人が持っていたものが被害品の特徴と偶然一致するということがどの程度あり得るかということを考えた上で、被告人が犯人かどうかを判断する際の一事情として考慮する必要があります。二つ目は、被告人の服装の特徴が
犯人の服装の特徴と一致していたことをどう考えるかです。被告人の服装の特徴が犯人の服装の特徴と一致しているとしても、犯人の服装は白色 T シャツに黒色ズボンという誰が着ていてもおかしくない服装ですから、これだけで被告人が犯人とは言い切れません。そのため、一つ目のポイントの被告人が犯行直後に犯行現場の近くで被害品と特徴が一致するものを持っていたことをどのように評価するか、これと合わせて考える必要があります。つまり犯人以外の人が被害品と特徴が一致するものを持っていて、さらに服装の特徴までが一致しているということが偶然に起こり得るのかという観点から考えることになります。3つ目は、被告人が警察官の持ち物検査を拒否したことをどう考えるかです。被告人は警察官による持ち物検査を拒否していますが、仮に被告人が犯人であれば持ち物を見られたくないと考えて、そのような行動を取るのは自然と言えそうです。一方で、被告人は持ち物検査を拒否した理由について、警察が嫌いだったからと述べています。被告人の述べる理由は、確かにそのようなこともあり得ると考えられそうです。警察官の持ち物検査を拒否したからといって被告人が犯人だと言える根拠になるかは慎重に考える必要があります。4つ目は、被告人が封筒の中に入った現金を持っていた理由について黙秘していることをどう考えるかです。この点は最初に学んだ通り、犯人かどうかを考えるにあたって黙秘していること自体を不利に考慮することは許されません。では被告人が封筒に入った現金を持っていた理由を黙秘していることは、被告人が犯人かどうかを考える上で全く意味がないことなのでしょうか。事実を認定するときには、その事実以外にあり得る事実はないのかということを考えることが重要です。なぜなら、間違いなくその事実があるというためには、それ以外の事実がある可能性が現実的にはないと言えなければならないからです。そして、このような他にあり得る事実を検討するときには、被告人の言い分が参考になることがあります。例えば、被告人が封筒に入った現金は2日前に友人からもらったものなどと言っている場合には、そのような可能性があるかどうかについて詳しく検討する必要があります。被告人が黙秘している場合でも、他の機会に手に入れた可能性を検討することは必要ですが、被告人が具体的な理由を述べている場合ほど詳しく検討する必要はなくなるという意味を有することになりそうです。皆さんはこれまで説明したポイントについて考えた上で結論を出せたでしょうか。